里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。なんか赤間さんなんかコンビニに挟んだんですけど、はい、なんかめっちゃいいことあったらしいですね。いや、そうなんですよ。ちょっともう今年一嬉しかったことがあって。今年一？はい。やばいっすよ。もう終わるっすよ今年。ここ終盤に来て、ね、先日、はい、楽天イーグルスの、はい、球団主催の結構おっきめなパーティーがありまして、選手も15人ぐらい出席して、はい、三木監督もいらっしゃって、はい、っていうパーティーの、まあ、トークショーで MC やらせていただいて、はいはい、で控室のちょっと前で、はい、ちょっとフラフラちょっと時間あるなと思ってたんですよ。そうしたら岸投手が、うん、多分お寺かなんか帰ってきてフラーッと来て、うん、あ、赤間さん、うん、里崎チャンネル見てますよで、なんだ今日も見ましたと、あの FA で会見で泣くやつ理解できないことを今日見ましたと言われましたよ、うん、いや私岸投手、うん、なんならもうすごいもういいなと思った選手だったんで、もうめちゃくちゃ嬉しくて、いや嬉しくないですか？嬉しいっす。でその感想はどうだったんですか？いやなんかいや私もちょっとテンパっちゃってそうなんですか？すいませんとか言っちゃって恥ずかしいです。見てくれてんすね。いやびっくりじゃないですか。なんかめっちゃ嬉しいですね。嬉しいですよね、はい。まあ、でも私がね、はい、嬉しいと思ったところは、はい、これ見てくれてることじゃないんですよ。なんすか？袴田さんって言ってくれたと思ったんですよなんでそれ認識されてるでしょ。いや、騎士として私1年しか被ってないわけですよ。で、あんまりそのお話ししたこととかもなかったので、もう袴田さんって言った時に一瞬空耳かなと思ってえみたいな。でも僕は気づいてますよ、はい、最近袴田さん人気がえげつないっていうことをね。いや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 、いやだからでもね、FA の動画とかこう、実際見てるって言われるじゃないですか。あれ、岸投手 FA の会見の時泣いてなかったよなとか多分泣いてないと思うんですけどね、はい、なんか私これ下手なこと言えないなって本当に思いました。大丈夫っしょ、関係ないっしょ関係ないっす関係ないっしょクオリティもう見てくれてるよって言っても、はい、クオリティは全く変わんないです、はい。あと FA のやつもね、はい、グッドボタン、バッドボタン、大体比率9:1ぐらいでしたね。いや、そうですね、すごいグッドボタン多いですよね。そうですね、はい、ではまあね、泣くのもありやろっていう人のね、コメントも見ましたから、はい、まあそのコメントを見ながら、まあ分かるなっていう感じはありましたけど、はい、まあやっぱ僕の意見はまあ変わらなかったですね。まあ、分かるなっていうのもありましたけどね。はいはい、まあまあいいですよね。はいはい、いやでもね、やっぱね、名前を呼んでもらえるっていいなと思ったんですよ。ね、佐藤さんも私すごいなと思うのが、はい、帰る時も必ず袴田さんお疲れ様でしたとか、はい、名前言うじゃないですか、はい、それってやっぱちょっと嬉しいんですよね。そうなんですか、はい、僕絶対名前言うんですよ、はい、あ朝も挨拶も、はい、球場でも、はい、それなんでかって、もうそれなんで身についたかっていうと、はい、あいつ挨拶してないよなって言われるのが嫌なんですよ。うんうんうん、もうすごい悪いからですよ、はい、あなたに挨拶します、なんとかさんおはようございますって、あなたしてますよしましたよっていう、いやなんかこっちは喜んでるのに裏にそういう考えがある。いやでもそれがあるから、もうそれが身についちゃって、あ、いやでもそれすごいいいことだと思いました。そうなんですか、はい、でも名前を全員ちゃんと覚えなきゃいけないっていうね。いやそうですよ、ね、間違えたら終わりですからね。でも騎士見てくれてんだね。嬉しいですね。そうですね、はい、今度は感想聞いてきてください。わかりました。ちょっとね慌てちゃって聞けなかったはい、はい、はい、ごめんなさい、余談でした。これが私の今年一嬉しかったこと。浜田さん、はい、幸せちっちゃいことでね、幸せ感じられるんですよ。今日ですね、はい、はい、新企画です。またまた、はい、なんかこれすっごい考えててやろうと思ってたんですけど、いろいろプレミアとかあって、はい、なかなかできなくて、やります、ここに来て。おお、はい、なんでしょう。野球あるある。野球あるある、はい、よくあるあるっていう、はい、野球界に起こるいろんなことのあるあるです。はい。はい、まあ、いろいろありそうですね。ありそうでしょう。はい。まあ、有名だと思うんですけど、これ必ず、あ、わかるわかるっていうね、同業の方いると思うんです。多分、岸投手なんかね、これ絶対やと思うんですけど。あ、本当ですか、ね、はい。だから言います。はい。はい、試合前、たこ焼き絶対食べない。あるある、これです。おぉ、岸投手も絶対食べてないはずです。試合前、たこ焼きは。あれ、でもこれって、なんたことか言うじゃないですか。はい。野手じゃないんですか？野手ですけど、はい、ピッチャーも食べない人多いんですよ。あ、そうなんですか。はい。へぇー。
でも、まあ、ピッチャー食べてるから、でも俺食べてるやつあんま見たことないけどね。へえ、まあ言えばたこ焼きっていうのは、はい、な1タコ2タコそうそう、あのノーヒットのことを4タコとか3タコっていうんで、はい、そのノーヒットのことタコっていうから、はい、そのたこ焼きを食べないですよね、うんうん、それでも食べてるやつ見たことないです、たこ焼き。え、じゃあ佐藤さんも食べる？めっちゃ食べますそうなんですか。僕はもうそういうの全く気にしないんですよ。へー、だってじゃあもし仮に全試合たこ焼き食ったら一生ノーヒットで終わるのかって話ですか。あ、まあ確かにそうですね。もうそんなの僕はもうたこ焼きとお好み焼きがね、はい、大好きなんですよ、はい、あのもうまだそれ出てるのか出てないかどうかがね、はい、でまだ撮ったんですけど出てないと思うんですけど、あのお好み焼きの話ですかそうです、大好きなんで、はい、もう僕は関係なく食べるんですけど、はい、いや食べない人ほんと多いですね。へー、たこ焼きを。あ、そうですか。試合前だからタコとかも食べないですね。でも試合前にそのたこ焼きとかって出てる？出てる時あるんですよ。あるんですね。はい。ケータリングとかで？そうそうそう、出てる時あるんですけど、まあ、僕は普通に食べますけど。はい。でもこれね、たこ焼きにいい話あるんですよ。はい。あのね、2013年だったかな、うん、シーズン中にカラカラがあんまり勝てなくなった時があって、はいはい、で立川のホテルで、あの立川パレスホテルっていうところで、あのそうやと、野手はたこ焼き食べへんけど、うん、ピッチャーたこ焼き食ったら0点で抑えられるんちゃうかと思って。あ、そうじゃないですか、そっちじゃないですか、と思って、うん、試合前に、はい、たこ焼き銀だこあるじゃないですか、はい、あのあるんですよ角にね、立川の駅の近くに、うん、はい、でそこにわざわざ買いに行って、うん、あのカラカンの部屋行って、はい、お前ちょっと今日これ食べとけっちって、はい、でこれ食べたら、うん、あのタコは0点で抑えれるかもわかんないから、はい、今日いいピッチングできるかもしれないから、これ食べたらいいピッチングできるぞっちって、はい、持って行ってやったんですよ、はい、試合前にわざわざ買いに行って、はい、だそしたらめっちゃいいピッチングして勝ったんですよ。すごい、ほら、はい、なあっちって、うん、でゆうきがさっさんじゃあこれから前当番たこ焼きお願いしますって言うから、うん、ゆうきこれはな毎回やったら価値がないやっつって前当番やってそれ全部勝たれへんくて、はい、負けたらこれ意味なくなるやんって、はい、だからココイチの時にしようっつって。ああ、そうですね。でも、うんうん、まあなそういう気持ちでまあ頑張れっつって、うん、朝買いに行ったんですよ、はい、でクライマックスシリーズが2013年その西武ドーム、はい、まあ、今はメットライフドームですけど、はい、で行われた時にそうや今日絶対勝たなかったっつって、はい、たこ焼きやっつって、うん、デーゲームっす、はい、デーゲームなのに朝一で買いに行ったっすうわ優しい多分デーゲームだったと思うんですよ、はい、ナイターだったかな、うん、忘れちゃったんですけど、でも朝買いに行ったんですよ、はい、もう一回、うん、たこ焼きを、はい、勇気のために1個だけ、はい、だってこっちはちょっとさすがにクライマックスは縁に担いで食べないんですよ、はい、一応ねいや俺もいやたこ焼き食べたかったんですけど、はい、いや俺を食べてタコだったらシャレになんないから、はい、俺はやめとこうと思って、うん、でも勇気あれいいピッチングしたから、はい、よし今回もそう同じセーブやし、うん、立川やし、はい、よし朝買いに行こうと思って一、うん、人であの一船だけたこ焼き買いに行って、で、ユキのとこ行って、どんどん、ほら、ユキ、ほら、たこ焼きや、つって、はい、これ絶対いけるぞ、つって、はい、で食っとけよ、つって、はい、食べたら勝った。すごいじゃないですか。佐藤さん、本当に優しいですね。いやいや、まあ、そういうの大事じゃないですか。はい、その流れとかね。はい、あとは、あの、やっぱ不安じゃないですか、うん、ピッチャーって。向こう、そうですね。はい、それを、あの、笑って終われるぐらいの感じがちょうどいいと思うんですよ。うん、そしたらいろんなこと忘れるんで。はい、だからあの成瀬とかも開幕投手の時に、はい、もう成瀬どうやお前緊張してんのかって、まあなお前ぐらいだったら緊張するな、まあしとけよって書いていったら、なんか後で聞いたらそれ聞いたら緊張が和らいだとか言って、すごい気遣いが。あと松永とかもそうだった、はい、先発の時にあれも13年だったと思うんですけど、はい、ボコボコ打たれて負けちゃったんですけど、はい、あの松永に何やお前マスお前緊張してんのかって、はい、ちょっとさすがに緊張します、まあでもお前ぐらいだったら緊張するな、まあこれもイケイケやから緊張しまくって未来につなげろいやでもそういう言葉って確かになんかあ、まあもう そっかなんかね、はい、開き直る感じになりますよね。そうそうそう、だからそのね、うん、たこ焼きでもいい思い出もありますね、勇気でね。いやただね、あの思ったのは、はい、それ、まあ、唐川選手も、はい、たこ焼き食べていいピッチングしたと思うんだったら、はい、あの佐藤さんに買いに行ってもらわずに自分で買いに行けばいいんじゃないですか。いやあれ僕が買いに行くからいい流れだったかも分かんないですか。あ、その前は僕が買いに行ってからのパスなんで。そうかさ、その時と同じ流れを、そうそう同じ流れをしていいイメージとともに同じ流れをっていうね、佐藤さんからもらったたこ焼きを食べたらっていうことですね。だから全ての前に買いに行った一人で優しい、一人だけそうですね、しかも自分食べずにいやでもそういう裏話があったんですね。あるあるネタなのにたこ焼きだけでもう結構時間いったっすね。ちょっともうね、いやまだあります、もう一個いきましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。内外野の返球がそれたのに取れなかったら全てキャッチャーの責任、あるある
送球が取れなく送球がちょっとそれてんのに、はい、それが取れなくた取れなかったり弾いてホームタッチできなかったら、はい、しっかり取るこらーって言われますからキャッチャーキャッチャーえ、はい、本当っすよなんでなんであとワンパンとか、はい、あのワンパン止めれなかったら、はい、しっかり止めろって言われるじゃないですか、はい、いやいやまずちゃんと投げる方がまあ、よいっちゅうちゃんと投げれる方、まあ、まずちゃんとなあの内外野守備コーチから、はい、佐藤あれぐらい取ったらなとかあんなお前取ったらまあ野手かわいそうやで、ね、バカかお前ちってはい、はい、こっちはめっちゃ超中途半端な球でも何とか体張って止めて、はい、今これじゃあるんでブロックできないですけど、うんはい、ブロックしながらワンパンでもうまく取ってタッチとかめっちゃしてるのに取れなかったらお前あれは取れたとか取れなかった、はい、あんなん取れなかった野手かわいそうやとか、はい、ワンパンとか止めながらピッチャーかわいそうやって、うん、まずちゃんとでやろう投げる方をまず言ってこいよって思うんですよお前のテレトリーそっちやろっていうなんでお前に言われなきゃいけないしかも中途半端球投げさせやがってって心の中ですっごい思ってました、ね、ああそうなんですねキャッチャー経験者絶対あるあるって言ってるはずです意外とファンは、うん、あ今のでもちょっと送球がそれちゃったからなって多分見てる方思うんですよコーチって違うんですねいやいや絶対見てる方思ってくれてないですよえそうですかそのワンバン止めれなかったあ今の止めれたとかなるじゃないですか何止めれたって言って止めれねえよって言ってそうですねハードワンバンもベース前にワンバンしてるの止めれねえよって確かにワンバン止めれないって言われますけどワンバンしてくるのはピッチャーだからなとかその送球だからなってワンバンの加減もあるじゃないですかはいそれをちょっと取れなかったら全部キャッチャーのせいとかうんあとファーストとかでもね、はい、ワンバン取ったらナイスバッキャッチとか言いますけど、うん、あのファーストキャッチャー地獄っすよね野手の返球がワンバンでやったらあ今の止めとかなきゃっ って、うん、とか言われるし、はい、で体張って止めたらいや今のはギャンブルしなきゃとか、はい、どっちやねんどっちやねんみたいなまずちゃんと投げる方を教えるやって、はい、内外野の守備コーチには常に思ってましたねへそのくせ盗塁、はい、セカンド投げて、はい、ちょっとベルトより高かったら高いみたいな、はい、ちょっとここぐらいでも高いって言われるんですかね、はい、もうあドンピシャだったアウトだったって分かってるよ、まあ、どんだけキャッチャーに厳しいんだよっていうえキャッチャーのそのスローイングとかでも言われるんですか高さそうですここぐらいだったら高い、はい、ちょっとここだったアウトだったのにそれぐらい楽勝で言われますからね厳しくだったらあなたたちのこの返球もちゃんとここで、はい、そうそのくせキャッチャーがちょっとワンパンとかセカンドショーを投げた時に二遊間全然助けてくれないじゃないですかで助けてくれなかった時に、うん、二遊間が取れなかったら悪いとかってお前ら全然言わへんよなっつって、はい、あんなちゃんと投げてねキャッチャーが悪いってバカかお前っつってなんでなあの取る方はちゃんと投げなくても取れないキャッチャーが悪いっつって、うん、投げる方はちょっと商売したら投げる方が悪いってお前どっちもキャッチャーがいいみたいなどんだけ自分らに甘えんだよって言ってどっちかにしてくれよっていうキャッチャーがちゃんと取れなかった怒るんだったら、はい、商売とかでも二遊間取れなかったらそっち怒るよっつってなんで両方こっちなんやっつって、うんうんっていうのが、はい、もうキャッチャーのすごい思いです。だからキャッチャーしたことある人はもうあるあるって思ってるはずです。ああ、そうなんですね。いや、大変なポジションですね、キャッチャーって。いや、めちゃくちゃ大変ですよ。文句ばっかり言われてね。うん、でもまあ今、コリジョンなくなったんで、はい、あの今は野手の送球の方がかなり大事になってくるんで、うん、あの結構難しいですよ。野手は、うん、スローイングが。はい、まだ。コリジョンじゃなくてよかったなって感じですか？いや、キャッチャー、僕がキャッチャーだったら楽になってよかったなって言って。ああ、やっぱそうなんですね。アウトになるタイミングをアウトにすればいいだけなんで、はいうんうん、そういった面ではすごい楽だなっていうのがありますし、はい、あるある、まだありますけど、ちょっとすごい長くなりましたね。だいぶね、言ってるんで、はい。これであるあるシリーズ、まだまだ続きます。はい。